はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、楠田亮でございます。小川様、ジャスティス2020様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。私の抗がん剤治療もですね、8回のうち6回が過ぎ、髪の毛抜けそうもないので床屋さんに行ってまいりました。スースーいたします。これね、病院に行くとですね、そちらの病院は、がんの治療が多いもんですから、やたらとですね、こう、キャップかぶってる方が多くてですね、抜けちゃったんだな。私もちょっと先入観持ってまして、抗がん剤やったら必ず髪の毛が抜けるものと思っていましたけれども、幸い私は抜けないタイプでありました。まあその代わり胃腸に負担が全部集中するみたいで、腹が痛くてなんていうこともありましたけれども、皆様から寄せられた外国人路上販売目撃情報、これ駅頭なんかで、あれですね、私は留学生です、お金がないので買ってくださいなんつって、クッキーだの、チョコレートだの、手作りっぽいお菓子を売ってやがる。というですね、目撃情報ですね。阿佐ヶ谷、御徒町、中野、四ツ谷、西武、葛西、上野工事、とかですね、ここら辺、町田、立川、ひばりが丘、北千住、市ヶ谷、うぐいす谷、上野、四ツ谷三丁目、中井駅、有楽町駅とかですね、戸塚駅、東京以外もありますね、豊洲、高田の馬場、中野、東京はなんか県ごみっていうか、駅のたんびに嫌がるな。県ごみっていうのは、いわきの方面でです。方便でですね。軒並みっていう意味なんですけど、軒並み、訪問するとかですね。いう場合は、県ごみ訪問するって、いわきではいいんですけど、その他都市でも、名古屋とか、博多なんかでも、目撃情報がありました。これほどまでに、多数の場所で、やっているということはですね、元手金の世話とか、お菓子、の仕入れとかですね、場所の割り振りを仕切る組織が存在しているはずです。これ、やる者同士、場所と時間勝ち合ったりなんかすると、トラブルになりますからね。ですんで、黒幕がいる。で、やらしてる。東京全部の駅ぐらいの勢いで、やらしてるってことですね。恐ろしい巨大組織もあるもんで。これね、売春とかは、買った方も罰せられますよね。お客さんの方もね。盗品と知ってて、買った場合は、小売罪っていうのありますよね。路上で食品売ってるって、それだけで、違法行為だろ。食品衛生法違反だろ。あいつら、保健所に届け出して、審査を受けて、これならオッケーってもらったわけではねえだろっていうことで、お知り合いにですね、買わないように、教えてあげてください。もし、留学生です。お金ないんで買ってくださいってお菓子売ってた外国人、買うな。罪に問われる恐れがある。逮捕まではいかないにしてもですね、事情聴取でちょっとお話聞かせてくださいんですって、警察署連れてかれたら、最低2時間ですね。2、3時間。場合によっては6時間ぐらい。何なのかなの聞かれますんで、時間無駄です。お知り合いに、教えてあげてください。買ってもやばいよ。ましてや何が入っていくかもわかんないし、薬物ビジネスの入り口の疑いもありますんでね。産経記事。公明党が参院選の1人区で、32あるそうであります。自民党候補を推薦しないことを、検討中だって意地悪ですね。自民党は有利に選挙を進めようとする駆け引きと見て情勢を見守る構え。自民党からいい条件を引き出そうとする。ごねているという感じでしょうかね。ネットの話、どうぞご勝手に。この辺がどうやら潮時。これを機に連立解消。自民は単独与党の
覚悟を決めろ。自民は政教分離党と同居すべきでない。これ正しく言うと政教分離できてない党ですね。非政教分離党って言ってもいいかな。〇〇は公明党がやりました。的なポスターやめろ。見る見る。これ、ドクターヘリを実現させましたとかね。偉人の台頭に焦って、ここらでかまして怒って腹かな。私もそう思いますね。都議選と衆院選の自民の好調、あんまり変ねがった。維新の台頭に焦ってですね、手首切るブスやってるみたいですね。手首切るブス。なんかそういうのが得意な国がありましたけれども、個人も組織も団体も政府も手首切るブスが大得意の国ありますけれども、まあ、手首と思って切ったら首だったー。なんだ、ただの致命傷か。的な展開を希望いたします。まあ変なことやって、選挙でボロ負けして、消滅とか、とうとう連立解消、離婚だっつって自民に、見下り犯叩きつけないとか、致命傷を負うといいな。しかしまあ上がバカだと、下は苦労しますね。私の100倍善良なですね、豊島区の議員さんは、ご愁傷様です。連立解消ってことになればですね、しばらく混乱すると思います。特に地方議会。地方議会。自公が組まないと過半数いかないっていうところ結構ありましてね。自民単独で過半数いけて、議決持ってくるっていう、自治体の方が少ねんでねびが。まあ混乱するとは思いますけれども、混乱は日常によって痴漢される。唯一無二と思われた人物にも、カラーリは必ずいる。これ格言ですけどね。まあこれ国乱れて中心現るとか、その乱れないと目立てない人とかですね。あと失って初めてわかるありがたさとかですね。まあそういうものに通じるものがあんのかな。唯一無二と思われた人物にも代わりは必ずいる。その人がいなくなったら、その人の仕事をできる人が、できるようになった人がいるという感じですかね。連立解消はですね、万事無難が至上主義の岸田政権ではまあ無理かとは思いますけれども、岸田政権の次ね、連立解消ってことになるかもしれません。日本企業、中国撤退本格化、キリン、合同会社の持ち株売却で合弁解消。これ中国撤退を意味しますね。中国で活動する場合は、なんか中国企業と合弁しないといけないっていう決まりがありまして。キャノン、広東省、なんて読むんだこれ。集会玉海工場閉鎖。ネットの反応、目覚めたか。他の企業も続け。よっしゃ、キリン飲んだる。続けるより全然いい。中国なんぞと提携しても、技術盗まれるだけ。中国の商売は、設備の一切と技術も奪われる。撤退時に技術や機械や設計図を中国当局に差し出さないっちゃいけない。めちゃくちゃな法律。逃げれる企業は撤退待ったらし。そういうフェーズに入っているという意見がありました。ラクダの背骨を折る最後の藁はこれでしょうか。まあ、ちょっと分かりにくいと思いますけど、まあ、ラグダの背中にですね、一本ずつ藁乗していくんですよ。で、とうとう重みに耐えかねて、ラグダが潰れる瞬間が来ると。藁の一本乗せると。それラストストローって言うんですけど、ラグダの背骨を折る最後の藁。まあ、どん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 積み重ねてって、ある一本乗した時に、バギッとラグダが潰れるって意味ですね。ブルームバーグ報道、2021年12月24日、米国上下両院、全会一致で、ウイグル強制労働防止法が成立。ウイルス産品の輸入は原則禁止と。まあ、これだけじゃ、内容が何だかわかんないと思いますけれども、米国の上下両院全会一致ってすごいですね。米国議会、共和党も民主党も全員揃ってウイグルは許せねえ、いうことでしてね。
日本のニュースでもチラッとやったみたいであります。私テレビないんで気づきませんでしたけれども、強制労働で生産されたものでないと証明できない限り輸入は禁止。強制労働に関わっている企業、それと取引している企業に経済制裁とドル決済禁止含む金融制裁可能。ドル決済禁止にしたり、その企業のアメリカの貯金とかを没収できたり。えげつねー。でね、関わってる企業はもちろん、それと取引してる企業っていうのが非常に広範囲でして、制裁イコール倒産不可避。まあ、ドル決済使ってる企業だったら、つうか外国と何らかの貿易をしている企業だったら、どこの国から輸入しても大体ドル決済になるんで、あれですよ、外国から何か買ってる企業はアウトだっちゅうだな。制裁リスト入りするかどうかは米国政府次第。なんか気に入んねえなここって思われただけで制裁されてしまうと。私も今日まで知りませんでした、この内容ね。えげつない法律作んな、アメコはな。ウイグル関与をですね、相手企業が隠してたら、まあ日本企業が中国企業と何らかの取引をしていると。なんかの材料輸入してるとか、そんなんでもいいですけど、知らないでね、その企業が制裁対象で知らないでね、取引したら、その企業も制裁されちまうリスクがある。で、その制裁がえげつねえから、倒産しちまう恐れがある。っていうですね。キリンもキャノンもですね、ドル市場から締め出されたら、倒産不可避ですね。キリンもキャノンも、材料輸入しても、ビール作るのもカメラ作るのも、何らかの材料は輸入してますからね。キャノンあたりは部品とか輸入してくる。まあ外国と取引できないっていうのを意味しますから、まあ倒産。まあ大ダメージは間違いないですね。今後も日本企業の中国撤退続出でしょうね。今んとこ目に見えてるニュースは、キリンとキャノンだけですけどね。誠に良い流れであります。2000年から2010年ぐらいに、中国進出、すごい煽ってたんですよ。日経新聞、テレビ全部、新聞全部、すんごい煽ってた。バスに乗り遅れるなとか言ってね。そいつらは責任取れや。この野郎。責任取れ。この野郎。という感じですかね。思い出しても悔しいのがですね、フジテレビ大リストラ開始でざまあみろって思ってましたけれども、10年前に2011年富士でも2011年12年の正月におめでたい正月に地獄絵図飾るとか、そういう風にですね、やりたい放題、冷やし韓国なんて謎の料理も出したな、そんな風にやりたい放題やっておった連中はもう今頃定年退職して逃げ切ってんのかなって思うと悔しくてたまらない。たまらないですね。そいつら本人を吊るし上げたいとこだったのに、そいつらはもう10年経ってから逃げ切ってんのかなって思うと悔しくて悔しくて、たまりません私。琉球新報社説であります。ジェンダー基本の狭間に苦しむ少数者がいる。なんだジェンダーの話か。在日フィンランド大使館と、なんていうのでしょう、今買える神村なんて読むわけでな、今国村歴史文化センターには男女兼用トイレがある。誰もが生きやすい社会を作るため新たな選択肢がもっと必要だ、なんて社説書いちゃってるんですけど、ネットの話です。新たな選択肢ってどうせジェンダー云々の話しただけだろ。トイレの男女別のトイレの男女別は社会のルールだよ。肉体的基準に従え。男女別なくせって言いたいのか。性自認は自由だが、公共の場では客観的事実に基づかなくてはならない。琉球新報にはそういうのあんの？偉そうに書いてるけど、
多目的トイレ増やせばいいだけ。どうしても女性用を使いたければ切り落としてからにしてくれ。何よって話なんですけど、まあ何を切り落としたらね、物理的証拠、何にも物理的証拠なくて俺は女だって言い張ってもね、まあでもね、まあ客観的事実っていうのもそういうのね、男女の区別をなくしてユニセックスにしたい左翼、これアメリカも一緒なんですけど、なんだかね、ユニセックスにしたい、男も女もトイレの区別、ニューヨークでやっちゃったみたいですよ。左翼が強いニューヨーク市の公衆便所の男女なくしちゃったなんて、男も女もどっちも同じのに入るんだって。これ事件増えんじゃねえよ。そんなに世界に誇れる治安だったか、ニューヨーク州か。不思議に思っちゃいますけど、まあ左翼の市長とか知事とかやるんじゃうとこういうことになっちゃうんだよね。個人の幸福とは別に、マクロ的にはですね、男は男らしく、女が女らしくっていうのが帝国にとって国益だろうな。なんせ左翼のギャグが正解って絶対真理ありますもんね。左翼どもが男も女も一緒くたにしたいっていうんだったら、その逆がいいんですよ。これほど確実シンプルな法則ないよ。左翼の逆が正解。まあ個人の幸せは別ですよ。中にはですね、そういう人もいますからね。靴沢の提案、義務教育に取り入れたい異性学。つまりこれは男の子には女の子のことを学ばして、女の子には男の子のことを学ばせると。男の子向けにはこういうことを教えたいって私は勝手に思っております。目的のものだけ買ってくることは期待できません。例えばですけど、食パンねえな、食パン買わに来ちゃっつって、女性がスーパーに行くと、食パンだけを買ってくることはまずありません。あとですね、男は食パン売ってるところにまっすぐ行って、まっすぐレジに行ってまっすぐ帰ってくるんですけど、女性は食パンねえなっつってスーパーに行ったら全部回ります。店内全部。何も買ってこない時でも買い物時間は長いです。今日はどこどこマーケットに行こうなんつって行くでしょ。で男は連れられてさ、で全部回るでしょ。男も連れてかれるでしょ。で結局何も買わないで帰ってくると、そういう時でも買い物時間は長いです。話を聞いていなくても相槌は重要。これは大変重要です。上の空で女性の話を聞いていて、よそごと考えててもですね、相槌はしっかり打たん、うんうん、なるほど、うん、そうなん、すごいねっていうのがとてもとても重要です。これは真剣に話を聞くよりも重要です。途中で話を遮ってはいけません。嫌でも全部聞く。時間がない、本当に時間がないときはこれこれこういうわけで行かなくちゃいけない、ちょっとごめんね、謝る、相談は相談じゃありません。女性になんか相談されてもですね、決して解決してほしいっていうことではありません。聞いてほしい、それだけであります。察してなくても察したようなふりをせよ。これは相実しテクニックですか。そうなん、そうなん、へえ、うん、わかるって言ってればいいです。あるよねとかね。アウトドア基本苦手。アウトドア苦手ですよ。あとアウトドア基本的に不必要なことを言うからね、危険だし。例えばキャンプ、ホテル泊まれよみたいな、ホテル代の何倍も出してやらなくてもいいキャンプのためにキャンプ道具を揃えて、で行って焚き火して喜んでるのは男だけです。女性は苦手です。
それ綺麗なホテルに泊まった方がいいです。女性には男ってこういうやつだからでこんなことを教えたいのと思っております。察しません、徹底的に察しません男これとこれでこうなんだって言わないとわかんないです。女性の皆さん誰でも一回ぐらいは男の人にですね、なんで怒ってんの聞かれたことないですか。わかんないんですよ言われないと。不必要なことやものが好きです。これキャンプとかですね、なんなんだ不必要だっぺそんなのやんにくてもいいべ。これ何使えねえものこんなに集めてどうすんの。例えば使用済みの切手、タバコの包み紙、インネルこんなのゴミだっぺ、なんで集めんのこんな大量に。フィギュア、なにこれいらなくね。女性もですね、物を集めるって習性はありますけれども、まあ例えば靴とかバッグとか服とかウィッグとかアクセサリー、それ全部自分が身につけるものです。男はまあ時計集める人もいますけど腕時計とかね、基本的に不必要な使いもしねえもの集めたがりますということを女性に教えたい。危険な真似やものが好きです。例えばバンジージャンプ、登んなくてもいい山に登る、遭難するかもしんねえ、そこに山があるからか。女性には理解できないんじゃないかなこれな。無価値なものを集めます。道に迷っても最後まで人に聞きません。目的のない会話が苦手です。下品下劣な下ネタで心底笑いますゲラゲラと。黙ってても不機嫌じゃありません。私もあの過去にですねよく言われてたのが、黙ってるとなんかあの近寄んじゃねえってオーラ出してるよね。男の人からも女の人からも言われました。そんなことはありません。女性はなんかあの黙ってると不機嫌なんだなって思いがちですけど、そんなことはありません。ただぼーっとしてるだけですというようなことを女子学生には教えたいな。男ってこんなんだよ、だからしょうがないんだよ、こういうことを教えておけばですね、異性への相互理解が深まってですね、まあ、男女関係でですね、まあ、思春期になって泣いだりわめだり吠えだりの修羅場が減ると思うんだ。で、恋愛がうまくいくイコール婚姻数が増える、少子化解決、離婚も減ると。帝国にはいいことずくめのはずであります。確信、まあ、こうはなんねえと思われる方は、まあ異論は認めます。私はこう思ってます。早いうちからそのね、成人してから何回も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 失敗しーしー覚えるのは効率的でないっすから、もうちっちゃいうちから教えてくのよ。男ってこうなんだよ、しょうがねえよね、教えておくの。女性はこうですと、帰ってきません買い物からしょうがねえよね、で男との違うんだからしょうがねえで、違いを認めることから始めるというような考えを私は持っております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。